はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、国土利用計画法の許可制について解説いたします。で、許可制については規制区域内で土地取引をする場合の制度なんですね。これは一番最初の動画でおそらく解説していたと思いますんで、まあそちらまだ見ていない方はそちら見ていただければと思います。で、この規制区域なんですけども、まあ、イメージとしては投機的な取引が行われることによって、まあ、急激に地価が高騰する恐れがある場所について指定してくるんですね。投機的な取引っていうのは、安く買って高く売るっていう、こういったこの利ざやを目的とした取引、そういったものが横行しそうな区域について規制区域っていうものを指定してくるんですね。なので、まあ、これまで解説してきた注視区域、監視区域、まあ、これよりも、もうより規制をちゃんとしていかないと、もう地価が高騰して、もうどうしようもなくなっちゃう、みたいなところを、規制区域として指定してくるんですね。で、規制区域については、都道府県知事が指定します。で、その規制区域内で土地の売買などを行う場合は、当事者は知事の許可を受けなければなりません。つまり、規制区域内で土地取引をする場合は、届け出ではなくて、許可が必要っていうところなんですよ。なので、規制区域内で土地の取引をする場合は、許可が必要なんですね。届け出では不十分なんですよ。許可が必要。届け出っていうのは、とりあえず届け出たら OK じゃないですか。事前届け出であっても、事後届け出であっても、とりあえず届け出たら OK なんですけども、この規制区域内の土地取引では、許可をもらわなければ、その取引することができないっていう話なんですね。で、これについては面積の大小問いません。事前届で、事後届でについては一定面積以上の取引について届出が必要でしたよね。一方で、この許可制、規制区域内の土地取引については面積が大きい小さい関係なく許可をもらわなければならないっていうことなんですね。なので、売買契約を行う前に許可の申請をします。許可をくださいって知事に対して申請をします。で、それに対して申請を受けた知事っていうのは6週間以内に許可をするか不許可にするのか決めます。で、まあ、許可をもらえればそのまま土地取引をして大丈夫です。売買契約、土地の売買契約をして OK になります。で、もし不許可の場合は、これ土地の取引これできないんですね。売買契約しちゃダメだよっていうことなのでできません。その場合、申請者は二つの手段を取ることができます。一つ目が、知事に対して土地の買取請求をすることができるんですね。つまり、許可をしてくれないのであれば、私の土地、知事さん、買い取ってくださいよと。まあ、都道府県が買い取るって形になるんですけども、買取請求をすることができるんですね。この点については、事前届出を含め、届出制にはなかったルールなんですよね。で、もう一つ手段があって、それは審査請求をするっていう流れなんですよ。土地利用審査会っていう、まあ、組織があって、まあ、役所内にある、まあ、担当部署っていったイメージですかね。まあ、そういった組織があるので、そこに対して審査請求をすることができます。これどういうことかっていうと、この不許可処分おかしくないですか？納得いきません。みたいな感じで、不服の申し立てをすることができるっていう話なんですね。なので、不許可処分を受けた場合っていうのは、この2つの手段を取ることができますよ。っていうような話です。で、この許可制、規制区域内の許可制についてはあまり試験では出題されないんですけども、で、もし出題された場合っていうのは、まあ、解けなくてもいいんですけれども、まあ、基本的な部分が出てきたら、まあ、この内容ですね、この内容そんなに難しくない内容なので、ここの内容が出てきたらぜひですね、解けるようにしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。